私未来から来たの。およそ9000人から選ばれた10人が女優デビューをかけて行う演技バトル。今回演技の脚本を担当したのは、映画やドラマの脚本を手掛けるだけでなく、作詞家や俳優としてもマルチな才能を発揮するバカリズム。番組のために書き下ろしたというオリジナル脚本を彼女たちはどのように演じるのか。ってことは平井堅いるの？いるいる、すぐ後ろ。マジで？すごいじゃん。絶対にお菓子食べないで。え？地球のためだからね。私が女優になる日、土曜深夜。